け抜けます。上空には灰色の空が広がる京都レース場。天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。1番人気はもちろんこの子、アイネス風神。続く2番人気はガイワスターレット。注目のグランプリ馬娘、サイレンス鈴鹿。6枠11番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはガイワスターレット、アイネス風神。2番ガイワスターレット、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ、激しい先行争いで前に出たのはガイワスターレット。サイレンス鈴鹿続いている。激しい先頭争い、そのうち並んでアイネス風神。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ、サイレンス鈴鹿ここで先頭です。現在1番手はアイネス風神。ここで先頭が入れ替わった。早くも激しい競り合い。それを見るようにガイワスターレット2番、外で山のクロス、1馬身離れて、8番、1馬身差、17番、すぐに続いて、1番、外を回ります、12番、それを見るように、4番、少し離れて、14番、第2コーナーを抜け、向こう正面に入った、現在1番手はアイネス風神、続きました、サイレンス鈴鹿、さらにはガイワスターレット、さらに2番、5番手、山のクロス、さらには8番、そしてその後ろから行くのは、1番、外を回って、12番、そしてそのうち、4番、17番、追走、14番、続いている、その外並んで、ライスシャワー、1馬身差、スーパークリーク。それを見るようにハッピーリーク、1馬身離れて7番、そして16番、後方2番手にナイスネイチャー、最後方13番、意気揚々と先頭を行きます。アイネス風神、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、アイネス風神この位置につけています。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。サイレンス鈴鹿ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。なやっと見えた。これが私だけの残り400。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはサイレンス鈴鹿。追いすがるままのクロス、サイレンス鈴鹿。速い速い、もはや独走状態。キャンプを通過、逃げるサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿振り離す。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。サイレンス鈴鹿、URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着タマモクラス、3着はアイネス風神。これが私だけの景色。